これちょっと実践で、うん、これがですね、普通なんですけども、どっちがマスターですか？これ白マスターです。白マスターなんてことないですよね。でかかってしたと、こういう平凡な手を打つんです。で、なだれまして、あ、これね、後ろの手ですか？なだれた時に、こう打てば普通の形なのね、で、こう打つとなだれ定石ってやつで、ちょっと戦いが始まる、あとはおとなしくこう受けるって、まあ、実戦はこう下がった。これも定石の一つなんですね。で、伸びて、張って伸びる。これはもう定石じゃないんですけどね。昭和の定石はこういうふうに言って、こうやってくれればこういうふうにというのが、またはこうやって、こうやって、こんなふうに開くと。そういうのもありますけども、子供ではこうやって、こうやって。これも、中国だか韓国だかで、一時期流行った形でしてね。こうやった時にこうつけ、その時はこうつけるような変化がよく打たれてましたけど、アルファさんはここで手を抜いて普通にかかりまして、で、こう二間高バサミ、この黒勢力ありますから、なんとか挟みたい感じですね、そういうのが、まあ、そういう感じっていうのでいいですね。で、これ村間さんの用途という変化のややこしいやつで、そうですね、これも何曲か打たれてるんですよ、アルファさん。これはですね、こうやって例のやつでですね、こうやって、こうなりまして、ここでですね、皆さんこの定石ご存知です？ない、全くない、見たことない、もうすでに見たことない、おもちゃしてます。え、この形すでに見たことないですか？ちょっと見たことないですか？ナオさんの記憶が悪いんじゃない？僕は知っとるよ、もう何曲。これは、まあ、代表的な定石なんですけど、村間さんの用途っていう、複雑な定石なんですけど、最初は知っとる。雪崩と大社と村間と3つややこしい定石があるんですけど、複雑な変化の用途。それの1つなんですけど、ここに打つと変化が多くなるのね。で、こうつけのところ。まあ、今までの一般的な定石はこう打って、こうなって、まあ、これ打って、これは切りの防ぎになるんですね。で、穏やかに打てばこうなる。これがまあ昔の昭和の定石です。そうすると切ったら取れますから大丈夫。で、隅で収まっていいっていうのがこう昔からある定石なんですけども。最近はアルファさん、なんとここに出てきた。まあこれ突き抜かれてはいかんから。わかんない。突き抜きましたね。これはですね、私が子供の頃は、これは切られて白いけませんって教わったものなんですね。はい、40年前？え ?40 年前40年以上前かもしれない。これはそう教わったんです。だから、打たれたこと、これは、ね、打たれたこともない。うん、これは打ったこともないんですけど、アルファさん、今回2、3曲打ってるんですよね、白番で、白の側でね。で、これで悪いとされてるんですはずが、平然とこうやって打ってくるわけ。これはプロでもまた、これ復活しそうですね。ただね、実際問題として、まあ、こう実際、この方はこういう変化になってました。これでですね、まあ、隅の実利と黒の改正なんですね。これでまあ黒が有利というのが教わった頃の、なのでこう出る手はないですよっていうのを教わったもんなんですけど、平然とこう打たれてみると、そうでもない。いや、そうでも、いや、僕はあんまり納得してないんですけど、この形は。これはですね、白地何目ぐらいだと思いますか？これはですね、白から例えばこうやってこの辺に打てば20ぐらいありますね、ただこれこの形ですと最低ここに切る手はあります。切れば出て、こうやると曲げられていけませんから、こうなると、切られると大体こうなるところで10目ちょっとですね、黒字も増えますから。あとは実戦でもちょろっと出てきますけど、こういうようなちょっと味がありまして、こうやって欲張るとこれが効いて、これも効いて、こうやって飛ぶと立派な生き形ですね。それだと白が死んじゃいますから、終了ですけども。なのでこういう味が、実際はこう後でこうなりましたけども、そうすると
まあ、こうやってでも、うん、まあ、樹木があるかどうかぐらいになってしまいます。それでも残ってるんで、うん、白地自体は20はとても見えないんですけど、うん、で20もないのに黒の外星は相当分厚いのにって感じなんですけど、うん、まあ、アルファさんは普通に平然と打ってるんでね、うん、で、まあ、ただあのよく見るとこれであの白が1って少ないんですね。ここだけ見ると、あ、石数が、あ、黒が置いてあって黒で割ってますから、黒が1って多いので黒が陰に回ってるんです、うん、部分的には、うん、はい、8だね、はい、全部出て、なので白が黒が1って多いので黒がいいはずなんですけど、うん、まあ、それの1手を、まあ、例えばよそに打って、うん、っていう感じでね、そう打ってるんです。別の碁では黒さんがこれを決めて、ここへ切ってこういう変化もありました。これは多分これ打たない方が黒はいいと思うんですけど、うん、こういう実践もありまして、これまたちょっと こっちと、あ、これちょっと同じかな、なんかちょっと違ったかな、同じような配置だったかな、こういう風になりまして、白さんこうここに打つんですね。これなかなかあの人間だとちょっとそこに打つ人少ない気がしますね。ガンって言われます。厚みに使えるような世界ですね。だからこっちにかかっていくとか、もうちょっとこう遠慮してこのような手とか、まあいろいろ考えたりするわけですけども、アルファさん平然とここに打って、当然詰めていきますよね。これ別の子ですけど、その子とは違います。こんな感じで打って、平然としてるわけです。あの人間じゃないからわかりませんけど。平然として、うん、でこれ多分同じことだと思うね。こんな感じになってこういうイメージで打ってるね、うん、でこうここまで来ると、ああなるほどと、うん、あの、うん、変に納得させる形になってるんですね、うん、これよく見るとなんかそんな弱い感じしませんよね、うん、でよく見るともう一手こう打たれるとこれ、うん、皮が危なくなってきますね、うん、といってこういうにとってれば硬いですが、うん、なんかよく見ね、あの鉄壁の厚みがなんか寂しくなってますよね。一個取っただけの感じで、覗きも効くので、もうこの白は安泰なんで、こっちなんか先着すると、でこういう感覚っていうのがあの人間らしいような感覚があるんですね。ここに切りが一つ配当で、切りが入ってる、配当がちゃうんだね。そう、こういうふうに乱暴していくような感覚もあるぐらいなんですよ。それはまあやんわりとね、くつろげながらこういう感じで打ってる子は、あ、これこの子はまた別の、こう黒破裂がなかったので別の戦いになってますけど、こういう感覚を見ると人間らしさがあるんですね。だから中央感覚にがいい、なんかこう納得させられるっていう、ここまで来て、あのやっとこの、ここになんか一見厚み近寄りすぎの手が納得するんですよ。だけど、コンピューターは分かってて言ってるわけで、こうなるようなイメージがそれが強いんですよね。ここに打った瞬間はちょっと違和感あるんですけど、コンピューターさんはもう今の図が想定できてるんですね。こんな感じもあったと思うんですけど、コートができることはここの辺なくちょっと隅を狙いたい、こういうの打ってる方が多分黒さんは良かったと思うんですけどね。だから黒がヘボだったかもしれないこれはなかなかね、私でも打ちそうな手ですけども、うん、でこうやってくれればもうお役御免ですからね。なんとなくなんかボケちゃった感じですね、厚み。まあ、この碁ではこれ打たなかったので逆にこう跳ねていく、こっちの方が黒は少しいいと思うんですが、わからないです。でこう実戦こうなってもうちょっとやってみましょうか、うん、こういうで、で今度は今度はもう終わらないですね、うん、外はあんま空いてますから、うん、で挟んで、うん、これも、まあ、あのたまに打たれる一見高バサミでしょう。これでなんとなく厚みを消す感じですね。これないですね。でこれ一回置いて様子見ました。まあ抱えなら本手ですね。でこうやりました。この白の一応の言い分は、ここに黒が押さえて、さらにここ押さえが来ても
まあ一応大丈夫という主張ですね。まあ小さいですけど、こう抑えたんですけど、これ打ったためにこう滑り落ちやすくなって、この辺の感じが黒はちょっとまずかったんじゃない。これ打たなければ滑りにくいんですね。これ切った時にこう出がほとんど絶対の格好なので出られちゃいますもんね。これ打ったためにここが丈夫になっちゃったので、これが洒落た手になってしまう。黒がヘボなんですね。いや早碁なので30秒後なんで、まあ、ミスも結構あるんですよ。そんな完璧にはとても打てません。コンピューター完璧ですから、こういうミスしないので。寄せはねミスるんですよ、コンピューター。寄せはただね2目損にしたら4目損にです、なので盤面勝負でも1目半ぐらいになるんですよ。この手はこれとかあって問題だった気がしますね。まあ多少手があるんですね。でもね、こうやってでこうなってこう受けたことによって、まあ黒からいつでも当ててこうかけつけば攻撃が止まりますね。まあただ白の命には別じゃないので大した手ではないです。でまあ押さえてこう2つ来ても一応先手で打たれちゃたまりませんね。これこうやって入れるような手だと、あの白は早急にこう先手だとすれば、だ先手じゃないの。よく見るとこうなんか厚みがなんかふにゃふにゃ役に立ってないような、ね、なんとなく強さを感じますでしょう。黒がヘボいだけの話かもしれない。いや、また出ます、また出ます。肩つき。これはあの、まあ、この白に対する応援がてら、石が、石がつながる感じで打ってるんですよね。片付きはもともとそれなりの手だったんですけど、でこうやってこっから結構ね、これがまあ白の狙いでして、ここに打たれることによってこの位置もこれ一応切れてますね。これね、そうするとこの黒もよく見るとそんなに厚いわけではないし、この黒も、はい、といってですね、黒は例えばこういうふうに当ててくれば通るかどうかわからないんですね。こういうふうに打って取ってこのように打つと掛け目ですから、こういう狙いもあるということですね。なのでこういうふうに来たら、まあこれ伸びるのかもしれませんけど、こうやってもこうやっても、まあ、こういう感じもあるかもしれない。まあ、試しだから逃げるかもしれない。まあ、実際こんな感じになりまして、こうやって、まあ、ってこう。まあ、そんなに飛び抜けた、驚くような手は打ってないでしょ。ねえ、真面目だよね。うん、まあ、そうそう。ね、こうなってここ叩かれましたけど、うん、こうやって、これでね、いやコンピューター、アルファさんの強いところはですね、これで間に合って、羨ましいところはですね、ここが、まあ実践も後でありますけど、これ真似した方すると、こう、なんとなくここがある程度できそうな雰囲気もある、最終的にできましたけど、こういうところをどんだけ囲わせても大丈夫かっていうのも全部分かっちゃう、多分。なので変に威嚇入らないし、囲わせる子も結構多かったですよ。あのそれがいいですよね。あのどのだけ囲わせても勝ちだって分かってれば入らないんだ。勝てるっていう計算ができてれば、できちゃってるから多分ですよ。できちゃってるから、ね、人間なんて分かんないでしょ、あの感覚でしか。だから骨を膨らましていきましたけど、やるともう、その白の字がどんだけで黒の字がどんだけでって、もう多分この辺でできてるんですよ。で こうなってですね、囲わせる感じになってる、実際どうぞ、こうなって、あ、ここはこれ時間つなげていって、こうこんなになって、なんとなく黒っぽいでしょ、で、ある程度できそうなんですけど、良さそうだね、大きく見える。で、こう、これも囲わせてるんですね、これ。大きく見えるな。大きく見えるでしょ、これ、あの、
もう勝ちですよって多分分かってるんですね、囲わせて。いや分かんないですよ、推測ですけど。うん、まあまあ結果もそう。うん、でこうなって、あ、でなんかこんな生のぞきはしない。あ、してる。これ生のぞき。こういうともなかなか。これ生のぞきって言うんですね、切れるところのぞき。切るところはこうやってこうなっちゃうんで。のぞいて。こう一回切れる。これは一つの手筋でね。まあ、出ると、うん、あのここの関係がありますから、ちょっと気持ち悪いですね。で、まあ、これ知らんようにしとこう。まあ、4つはいらない石なんで。皆さん、4つ石捨てれれば大したもの。石捨てれたくないでしょ、1個でも。どうでもいい石でも。ここでこっちへ、ね。石を捨てれるようになると、2目ぐらい数があるんです。だから当たりって言われたらついちゃうでしょ、うん、それではいかんですわね。当たりって言ったら何の何ですかって返事できるようなら、いる石はもちろんあの助けないかんですけど、うん、これで結局こんな感じになりましてね、まあ、こうでまあ結構それなりにまとまりましたけど、これちょっといりそうなんです。で、まあ、こう囲って、なんか違うのかな、こうやって、まあ、まあ、なんかこんな感じになりまして、もう囲わせてますね。のりちゃんやって。こんな感じになりまして、あと難しいですけど、結局こうなって囲ったんですけど、計算ができてる、いいね、計算ができる人は。じゃあ計算ができるんで、いつもむちゃくちゃやる羽目になります。はい、じゃあこれちょっと並べすぎましたね。アルファさんはね、そうか、いや、あのそんなにびっくりするような手は打ってないですよ。そうなんですか。はい、右下を振るのか。